それでは引き続き第2部、韓国のカフェと K カルチャーというテーマで、仏教大学総合研究所の山本情報先生のプレゼンテーションに入りたいと思います。アクション。どうも、皆さん、こんにちは。えー、改めまして、山本情報です。よろしくお願いいたします。えー、私の方からは えー、韓国のカフェと K カルチャーということで、えー、先ほどの,あのキム・ソンヒ先生のお話が、まあ、あの過去ですね、これまでどうやってその韓国のコーヒー文化っていうのは形成されてきたのかっていうお話だったかと思うんですが、あの引き続く私の方からは、えー、韓国のカフェ文化の現在、そしてこれからどのように発展していくのか、まあ、未来についてですね、えー、ちょっとお話を展開してい,ていければと思っております。 き今日お話しする内容なんですが、えー、カフェ文化と韓国についてまずお話をしまして、それから、えー、韓国っぽ化する韓国のカフェ、それから、えー、まとめという形で、えー、展開をしていきたいと思います。ではまず、えー、カフェ文化と韓国ということでお話をしていきたいと思います。 え先ほどあのお話があったように、えー、韓国のコーヒー文化は、あのタバンと言われる空間でえ形成をされてきました。えー、まあ20世紀の初めにですねソウルにえ初の近代式のタバンというものができたというお話とか、あとま、ね、植民地期にはミョンドンなどの繁華街に日本人が経営する喫茶店があったと。 いいうお話先ほどあったかと思いますで、えー、植民地からの解放後は、えー、韓国人によるタバンがまた増加をしていき、そこでこうコーヒー文化が、えー、花開いていったというお話は、先ほどのお話の通りなんですけども、えー、これらのですねタバン、えー、まあ70年代、80年代とです、ね、ずっと引き継がれていくわけなんですが、えー、このタバンと呼われるところのコーヒーというのは、70年代、80年代ですね、えー、インスタントコーヒー。 が主力であったまあ一部にはですね、えー、本格的にそのコーヒー豆からコーヒーを作るというそのようなタバンもあったんですが、えー、基本的にはインスタントコーヒーが多かったで、えー、この韓国のタバンがですね、えー、特徴的なのが 韓国の伝統茶も提供されていた最近はねあの日本のスーパーなんかでもよく売られているあの韓国の伝統茶ですね、いろいろありますけども、えー、そういったものもこのタバンで飲むことができたというものなんですが、えー、こちらサービスなんかは、ね、あの日本の喫茶店とよく似ていまして、えーまあ、あのお店に入るとお客さんが席について、席までお店の人がやってきて、無料のお水が出されて、そこで注文を取って、でえー、また、 店員さんが注文したものを持ってくるというです、ね、まあ、そういうふうなサービス形態が取られていました。で、このようなタバンと呼ばれるそのコーヒー文化空間というのは、90年代の前半までは韓国のコーヒー文化の中心であったんですが、徐々にです、ね、廃れていくことになりまして、特に2000年代に入ると、急速にです、ね、衰退してきた。 でその代わりに登場してきたのが、このカフェという空間ですね、西ヨーロッパ式のカフェにコーヒー文化の主役が交代をしていくことになりました。ででで韓国ののカフェですねこれまでそのインンスタントコーヒーヒ といったようなですね、比較的こう簡易なスタイルのそのコーヒーが楽しまれていたタバンとは異なり、ですね本格的なコーヒーを楽しむ時代に入っていくことになります。カフェでは、ですね、まずメニューからしてですねちょっとあのタバンとは異なっていった。タバンの時代には、えー、例えばブラックコーヒーとかミルクコーヒーといったような名称がよく使われていたんですけども、カフェになりますと、例えばアメリカーノ、カプチーノ、 エスプレッソなどといった名称が使われるようになり、ですね例えばそのエスプレッソの機械が置かれていたりとかして、ですね非常に本格的にコーヒーを作る。でこのメニューの名前からよき付きのように、これら全部ですね見てみると、イタリア語なんですね。だからそのイタリアののカフェの模倣として このの韓国のカフェもですね誕生したこれはまあ、ね、あの世界的にあの日本なんかもそうだと思いますがカフェの文化でだいたいイタリアとかあとまあその派生系としてのフランス風なんていうのが、えー、中心になるかと思うんですが、えー、そういったですね、えー、内装面においてもそのフランス風とかイタリア風っていったようなこうコンセプトが取られていて、えー、このコンセプトっていうところで言うと、えー、最近ではですね例えばそのカカオトークのキャラクターを コンセプトとしたお店とかですね、さまざまなコンセプトがそれぞれの店で取られるようになっていると。で、もう一つデザート類がですね非常におしゃれであるということが特徴になります。かつてのタバン においいててもですねデザート一部出されていました、えー、ドーナツとかアンパンとかですね、あとカステラとか、そういったものが出されていたんですが、こう圧倒的にですねこうフォトジェニックと言いますか、えーまあ、最近ではねあのー、マカロンなんかも、ね、あの人気が日本でありますけども、まあ、そういったちょっとねケーキ、ベーグル、クッキーといったちょっとおしゃれな感じのデザートが提供されるようになっていく。ででサービスもですね これまでの,その店員さんが席までやってきてという形式から変化をしまして、基本的にはまあセルフ、皆さんねよくご存知の携帯だと思うんですけども、お客さんの方がカウンターまで行って注文をしてお金を払って、それから商品をカウンターで受け取って席まで持っていくという形式が基本になった、それからもう一つ、テイクアウトの文化も導入されていきますね、え。ー もう皆さんこれも、ね、よくあの利用される方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、お店のカウンターでコーヒーを購入をして、えー、外で飲んだりとか、あと家とか会社まで持って帰って飲むっていう、ですね、まあ、そういうふうな形式が非常に定着をしていくことになりました。で、このようなですね新しいこのカフェという空間が、非常にこう洗練されたものとして、えー、若い人たちの心をつかむことになります。 そこで働くですね、このバリスタの人たちがですね、こう上手にこうエスプレッソなんかをこう作っているのがかっこいいというふうになりましてそういったものがですね、こう文化コンテンツにもなっていくことになりました。 その代表的なものが2007年に韓国の MBC テレビで放映をされましたコーヒープリンス1号店というドラマになります。このドラマは韓国のドラマの中で日本で有名なものの一つになりまして主役になりましたコンユがですね今もね韓流スターの一人になってますけどもこのコンユが有名になるきっかけになったドラマになりますがこちらのドラマはですねバリスタ を、まあ、あのテーママににしたドラマになりますでこのような文化コンテンツ、それから、えーまあ、韓国旅行ブームで直接韓国のカフェに行ったとっいうのが人が増えまして、えー、韓、えー、反流ブームの拡散とともに、韓国のカフェが海外で注目をされていくことになりました。で今ご覧いただいているのがですね、えー、コーヒープリンス1号店の、えー、場面 なんですけども、えー、このコンユがです、ねえー、相手役のですねユン・ウネというものの女優さんですけども、えー、この人にこのコーヒーの入れ方を教えているというのはバリスタ修行をしているんですねで。そのバリスタ修行をしながら、その恋が深まっていくみたいな、そういう話なんですけどその一番です。です。 あのまあ、韓国カフェっていう名前では呼ばれるんですけども、この当時の、ま、韓国カフェの一般的な内装というか、おしゃれな当時の韓国カフェというのはこういう内装だったかと思うんですが、えーまあ、メニュー見るとイタリア語のメニューが書かれていたりとか、まあ、あのいわゆる韓国の伝統的な要素っていうのは一つもなくて、基本的にはそのイタリアのカフェを模倣したような、えー、内装になっているということがわかるかと思います。 では続きまして、えー、韓国っぽ化する韓韓国国のカフェです、えー、韓国っぽっていう言葉、最近では、ね、もう普通に何か使われておりますが、えー、この言葉が使われ始めたのは、だ、え、た、ー、い2010年代の半ばぐらいでして、えー、こちらずらっと3冊の雑誌並んでいますけれども、えー、左から順番にです、ね、2016年の雑誌と、えー、2000年の雑誌と、えー、2021年 年年の雑誌と2021年の雑雑誌誌とになります、えー、まず左側が、ですねこれはあの主にまあ多分ん10代の女性をターゲットにした雑誌となるかと思うんですけれども、えー、ジェリーという雑誌ですね、こちら2016年ですが、えー、韓国っぽがかわいいと書いてますけれども、えー、韓国っぽっていう言葉がですねあの10代、まあ、主にまあ中高生ぐらいの韓国好き女子からですねこの言葉が出てきた。 でえー、真ん中の雑誌は、これはですね、えー、2020年に発売をされた雑誌なんですが、えー、この雑誌ですね、真ん中に韓国っぽ宣言と書いてますけども、これはあの、まあ、男性向けですね、20歳前後ぐらい、まあの高校生、大学生とか、まあ、20代の若い社会人。 等々をターゲットにしたような対象、えーまあの雑誌なんですけども、えー、その中にもこの韓国っぽって言葉が登場しているで、えー、右側なんですが、えー、こちらはですね、あのーまあ、京阪神地区関西地方の、えー、いろんなこうスポットなんかを紹介をする これは女性向けの雑誌なんですが、サビーという雑誌なんですが、でこれ、韓国特集なんですが、もちろん、京阪神の情報誌、なんて韓国特集やねんっていうこと思われます、思われるかもしれませんけども、これはですねあの今、韓国にあの行けませんので、あの韓国に行きたくてたまらない人が、韓国の代わりに、韓国っぽをこう、京阪神で楽しむっていう、ですねそういうその情報を、 提供するという特集になっててましてちょっと見にくいんですが、サビーという雑誌のタイトルが書いた上の方にですね韓国っぽなカフェという,うなね、えことが書かれていますけれども、こういう形で韓国っぽという言葉が使われています。で、この韓国っぽという言葉を考えていく上で、まず、K カルチャーというものが前提にあるわけなんですが、ちょっとこれについて整理をしておきたいと思います。 で、K カルチャーというのは、あのまあ、単純にね、韓国文化っていうふうにあの言えるものとはちょっと違うんですね。というのは、韓国にある韓国文化がそのまま外国に流れていってるっていうわけではなくて、まあ、K カルチャーと言われるときには、韓国文化が越境するときに K カルチャーって言われるんですけども、まあ、国境を越えていくときにであの。その,時にその 商協コンテンツとして流れていく文化のことを K カルチャーっていうんですね。だからの基本的にその言ったらビジネスとして成り立つものとして加工された文化のことになります。つまりその海外文化コンテンツ市場の思考に合わせてこう変容させて発信されていくものが K カルチャーということになります。そのため、この韓国文化なんですが、 えー、この海外消費者のための韓国文化という性格を持っていますと、まあ、言い換えますと輸出用の文化商品であるということですねでこのような形で、えー、輸出された軽カルチャーっていうのが、まあ、あの例えば日本に入ってくるわけですけどもその日本に入ってきた軽カルチャーが日本の文脈で再解釈再変容したものが韓国法であると言えますつまり もともとある韓国文化が輸出用に加工され、解釈をされ、さらにそれを受け入れた日本の側で今度、日本の消費者たちが日本の文脈でまた新たに解釈をして、変容させていったものが韓国っぽと言えるわけです。で、韓国っぽって、実はあの明確な定義って難しいんですね。 で誰が韓国っぽって決めてるかっていうと、あの韓国好きな若い人たちが、これが韓国っぽだというふうに、い、ま、わ、あ、ば非常に主観的に決めていってるわけなんですけれどもえ、その決める基準としてあるのが、若い人たちの韓国イメージなんですね。例えば、韓国に対するイメージっていうのは、の k p o p とか、韓国コスメから派生してですね、韓国のイメージっていうのが、 かかいいとで、こういったですね、韓国のイメージ、かわいい、かっこいいという、えー、韓国のイメージがありますと、まあ、憧れの対象になるわけですね。で、その憧れる、そのかわいくてかっこいい韓国の人に自分もなりたいっていうことで、えー、2010年代の後半になると、Instagram 等の SNS に、 ハッシュタグで韓国人になりたいっていうのが、ですね盛んにですね韓国が好きな若い人たちの間でですねつけられた投稿が多くなされるようになっていきました。このようにですね韓国人の日本でイメージされた韓国、自分たちが憧れている韓国のイメージというものに合うもの、これが韓国っぽというふうに定義をされるわけです。で、このようなですね 韓国っぽというのは、ま当然ですね、あのもを売る側からしたら、格好のですね、ま商売のま戦略のま対象になるわけで、日本の韓国イメージに合致させた文化コンテンツが創造されていくことになります。で、これらは雑誌等を通してですね、韓国っぽヘア、まあの韓国人みたいな。 髪型ですねだからあの実際の韓国人の髪型というよりも日本の若い人が韓国に抱くイメージに合うような髪型なんですね。だからあのわ、まあ、かりやすいところではやっぱりその k p o p アイドルがしているような髪型とかあの韓国のあのドラマとか映画に出てくる俳優さんがしているような髪型 あるいはえ韓国っぽファッションという、そういう似たようなものかと思うんですけれども、えー、芸能人の人がしているようなファッションで、ねでえー、またカフェでも、ですね韓国っぽカフェというものが、えー、登場してくるようになっていきます。で、さらにですね、この韓国っぽというものが、実はまた韓国にインパクトを与えていくことにもなっていきます。 韓国っぽというのは、つまりその、まあ、外国人ですね、まああのまあ、日本の消費者ということですが、おそらくまあその、ね、あの日本だけではなくて、例えば中国市場には中国市場の消費者の人たちがイメージする韓国ってあるでしょうし、北米の,その韓国文化、経カルチャーの消費者にはその、彼らのまた韓国っぽっていうのがあると思うんですが、まあ、そういったその日本で言われる韓国っぽのような。 その外国の人たちの思考に合った、まあ、鍵かっこ付きの韓国ですけれども、こういったものっていうのは、その韓国の,その文化産業等々からするとえ、日本人など外国人観光客、あるいは外国の消費者をターゲットとしたそのコンテンツとしての価値を生み出すということになっていきます。ということで、このようなその外国の消費者、あるいは外国人観光客の期待に沿って、 韓国っぽい韓国というものが韓国の中で形作られていくというですね。そういう現象が見られるようになっていきます。で、これによってですね。韓国に従来あった文化コンテンツ。まあ、あの今日のあのカフェもそうですけども、そういったその韓国にもともとあった文化コンテンツをこの韓国っぽが韓国に逆流してくることによって変容させるということにもなっていきます。 でその中で登場したのが、韓国っぽい韓国カフェ。なんかちょっとあの変な言い方に聞こえるかもしれませんけども、つまり、その韓国のカフェが韓国っぽ化していくっていうですね、そういうことが起こってくるんですね。だから、もともとあった在来の韓国カフェになかったそのテイストがですね、その韓国っぽの逆流、つまり外国人に再解釈された系カルチャーによってですね、 その影響を大きく受けた韓国カフェが登場するようになっていたということなんですね。で、このようなカフェは、まあ、あのやはりターゲットはもともと外国人ということで、外国人の多いエリアに集中しているというのはあるんですが、例えばあの今、先ほどですね名前が出てましたミョンドンであるとか、あとまあそのホンデ。 えー、新ンとかですね、まあ、そういったところに多くできる傾向あるんですけれども、まあ、これは何も外国人だけが楽しんでいるわけではなくて、まあ、その新しい文化コンテンツとして、えー、韓国の人たちも、えー、楽しむというようなこともあります。で、このような、その韓国カフェの韓国っぽかというのは、 韓国の人たちが何もその外国人の言いなりになって作っているというわけでは決してなくて、韓国の中でまた新たにその自分たちで解釈をしながら、この韓国っぽをまた再現しているということも言えます。で、その代表的なものを1つご紹介したいと思うんですが、こちらはですね、えー、本出にあります えー、ピンクプールカフェという、えー、カフェになります。えー、ね非常にこうピンク色が非常にこう印象的なお店なんですけども、まあの非常にまああのいわゆる可愛い感じですよね。であのプールサイドをですね、こうコンセプトにしてお店。 が作られているんですけども、で左側のねあの、まあ、ドリンクとかデザートもですね非常にこうフォトジェニックな感じで、ですね、まあ、いわゆるインスタ映えするような内装、それからメニューになっているということなんですが、まあ、こういったものを一つ、えー、韓国。 を貸した韓国のカフェになるわけですけども、あの、非常には日本人に人気のところです。で、日本人がよく行くのは、この本音ともう一つね、あの、日本人がよく行く、ピンクプールカフェ、まあ、いくつかピンクプールカフェあるんですけども、もう一つのお店がええ、明洞にもありまして、私はこの本音の方は、実は行ったことはないんですけども、あの明洞のピンクプールカフェはですね、実はあの、私、よく明洞。 行くたびに結構行ってまして、ね、こういう感じでこう、ね、あの窓枠とかがピンクだったりとかねして、あの非常に可愛らしい内装になっているんですが、私もよく利用しています。で、このようにですね、えー、韓国っぽかしていった韓国のカフェなんですが、その反動といいますか、もう一つ別の動きが同時に出てきたんですね。何かとといますと 2010年代の中盤以降に、韓国でレトロブームが起こります。でまあ、レトロブームっていうのは、たびたび起こっているんですが、今起こっているこのレトロブームっていうのは、ニュートロというふうに言われていまして、えー、その今のですね、えー、Z 世代とかですね、その一つ上の えー、ミレニアル世代ですね、まあ、80年代以降に生まれた世代ですけども、あのそういった今、まあ、20代から30代ぐらいの比較的若い人たちにとっては、あのレトロとはいえ、自分たちがあまり知らない時代の文化ということで、まあ、新しさを感じるということで、ニューとレトロを合わせて、まあ、ニュートロというふうに言われているんですが。 80年代から90年代の若者文化、場合によっては70年代まで含むこともありますけれども、そういったです、ね、比較的こう20世紀のです、ね、文化を現代に再現する、ただ再現をただ再現するわけではなくて、現代風にアレンジをして再現をしていくということが盛んに行われるようになっています。でこれまでの韓国で起こったレトロブームと、今、この2010年代以降に起こっているレトロブームの 大きな違いというのがありまして、それは、海外での韓流の成功体験なんですね。2010年前後に日本で k p o p が成功します。あの少女時代とかカラーとかが上陸をして、紅白にもね、あの出場するということで、k p o p が成功したと。さらに2012年には、サイのカンナムスタイルが世界的に流行したということで、その K カルチャーの 海外ででのの成功を踏まえた上でのレトロブームなんだということが一つの特徴になっていますでこれらの流れを受けて、K カルチャー以前の韓国大衆文化、つまりその外国人向けに加工をされたような K カルチャーが登場する以前の韓国大衆文化を振り返ろうとする動きとして、このニュートロがあるというふうにも言えるわけです。 でこのような動きを後押しした文化コンテンツとしては、2011年に韓国で公開をされたサニーというですね、あの80年代の女子高生たちの友情を描いた映画、日本でも上映をされましたけれども、この映画でですね、当時の音楽とかファッションというものが話題になりましたし、あとですね、2014年、あの私は2014年から2019年まで韓国に5年間、 住んんででいたんですけどもその韓国に行ってすぐぐらいにです、ね、やってたテレビ番組あのバラエティ番組で「無限に挑戦」というです、ね、あの人気番組、えーなんかね、今年になってあの番組終わったみたいですけども、えー、人気番組人気バラエティ番組の企画でトトガっていう企画があったんですねトトガってどういう企画かっていうと、えー、その k p o p が最初に出始めた頃90年代のです、ねまあ、後半ぐらいの音楽をですね 当時の本物の歌手と当時その応援していた ファンたちが再び集まってですね、当時に戻った感じで盛り上がるっていうです、ね、ただそういう企画なんですけども、これがすごくですね、えー、当たりましてですね、これ、何度も再放送やってるのを見ました。で、私、まあ、K−POP 好きで、90年代の K−POP からずっと聞いてた世代、えー、なんですけども、えーまあ、そういうですね、90年代の K−POP が好きだった世代もですね、非常に懐かしいと思うし、同時にですね、 その90年代にまだ生まれてなかったという世代からすると、非常にこう新鮮だったということもありまして、当時の、ね、音楽をこう振り返るような動きがありまして、あの韓国のソウルのクラブなんかでも、ですねととがないとみたいな感じで、ですねこの90年代の音楽をかけまくるみたいな、そういう企画がちょこちょこ行われたりもしました。で、このようなものというのは、その海外市場のためではない。 まあ、韓国人ののためのカルチャーを模索すするる動きでであるわけですで、えー、カフェということで言いますと、えー、一つねあの、ご紹介しておきたいのが、えー、カンナム駅、ソウルのカンナム駅近くの、えー、タバン風のレトロカフェ、えー、ピョンファタバンね平和茶房と書いて、まあ、ピョンファタバンなんですけども、こちらをちょっとご紹介をしたいと思います。 それがこの内装なんですけども、まず左側、これメニューなんですけども、レトロだなと感じるのがね、一つの縦書きになってる、今の,あの韓国の、のハンゴル基本的に横書きで最近書きますけども、縦書きになったメニューってなかなかね、今の韓国のカフェでお目にかかることができませんけども、縦書きになっていて、デザート類もですね、ちょっとあの最近の洒落た韓国の カフェのメニューではなくて、まあ、トーストっぽいものがあったりとか、アンパンとかドーナツとかカステラとかですね、まあ、ちょっと懐かしいものがあったりとか、あとですね、えー、在来の飲み物である、えー、ミスカルとかですね、あとの湿気ですかね、こういったものが、えー、あったりとか、まあ、伝統茶の名前も出てますけども、えー、そういったものがあると。でえー、内装の方は真ん中の写真で、ですね、えー、当時の,あのタバンの様子。 に類似したような内装になっていて、まあ,あのソファーがね中心になっているようなそういう席になっています。で、ただねあのタバンと違うのが右側の写真でカウンターなんですが、このカウンターだけを見ると、もうまさにこの現代のカフェなんですね。えー、まあ、カウンターで注文をしてカウンターで会計をするというですねあのこういう形式になっていて、ここのあたりはちょっとねやはりこの タバンではなくてカフェになっているわけで、だからタバン風レトロカフェであって、タバンそのものではないんですね。で、こういったものがあの若者に今受けているということがあります。はい、それではねえ、そろそろ時間になりましたので、まとめておきたいと思います。え、今日お話しした内容なんですけども、え、韓国のもともとあったその コーヒー文化というものが、経カルチャーとして加工されて海外に出ていたことによって、えー、またその出ていった先の日本で、韓国っぽとして再解釈をされた。で、その再解釈をされた韓国っぽカフェがですね、韓国に入っていった。で、その中で2つの動きがあるということでした。1つは、その韓国っぽのですね、その思考にあったですね、 韓国っぽかした韓国のカフェが登場したということで、外国人に思考に合わせたようなカフェを、まあ、韓国人もこれを楽しんでいるという現象と、もう一つは、えー、レトロブーム、ニュートロで、逆にその韓国人のための文化を、この外国からこの入ってきた韓国っぽではない、その韓国人のための韓国の文化を模索しようという動きが、K カルチャー があることによって、逆にそういう動きが出てきたっていう、ですねそういう文化現象が見られるという、ですねこの2つの現象が出てきた。でそういう中で、ですねまた新たにその韓国のカフェ文化というものがどんどん進化をしていくというようなことで、まあ、このようなですねちょっとこれ、平面の図なので、あのどうしてもこう円形になってますけども、私のイメージとしては、これはこう螺旋形になっているのではないかというふうに考えています。つまりその K カルチャーとして外に出されることによって、そのそこからまた投げ返されてきた、えー、韓国っぽがですね、韓国にまた新しいカフェ文化を生み、韓国のカフェ文化をさらに豊かに多様化させているというふうに考えています。つまり、K カルチャーに共振しながら、韓国のカフェ文化というのは進化に、そして豊かになっていっているのではないかというのが私のお話でした。はい、どうもありがとうございました。 はいありがとうございました。とてもとても興味深いお話ですね。あの時間が経つことを知らず、もう見入ってしまってました。えっと、時間はそういう意味で限られていますけれども、 まあ私、お話を伺いながらですね、まあ、恥ずかしながら、韓国っぽっていう言葉を、つい最近、山本先生の資料を通して学んで、ですね、まあ、世代的に遅れてるおじさん世代なんだなっていう自覚をしましたけども、今日の話をまとめていくと、韓国っぽっぽい韓国カフェっぽ、カフェが東京にいつ現れるのかなってことも楽しみにしながら、文化っていうのはあのこうやってこう越境しながら、 逆輸入しながらっていう形で進化を遂げるっていうことがとても面白いかなっていうふうに思いました。で、今日のお話、ニュートロっていう話もとても興味深かったんですけども、このレトロニュートロブームっていうのはあの、決して韓国っぽ現象、韓国ブーム系カルチャーだけにある話ではなくて、えー、昭和レトロっていうのも日本でもですね、昭和の歌謡から昭和のアイドル、あるいは昭和の映画っていうのが、まあ文脈として、えっと、背景がちょっと違うのかもしれませんし、その意図っていうのが あのどこかこう何て言うのかな別の言い方をすると古き良き時代っていうことを取り戻したいっていう文脈で「<laughs> オールウェイズ3丁目」の映画がですねこう既得権のおじさんたち大人たちによって語られるっていうことはまあここで起きてる若者の現象の 消費や文化とは違うとは思いますけれども、まあ、日韓の共通点というのが見えてきたなというふうに思います。今日のお話をこう伺う中で、キムソニー先生にちょっとコメント先に伺いますいの。作品、たくさん面白い映画とかも紹介がありましたけれども、あの日本ではこう恋のスケッチ、応答せよというシリーズですね。うんぱる、うんちる、うんさみたいな形で応答せよシリーズが 2015年以降、莫大なブーム、社会現象だったというふうに私は理解してますけれども、こういういわゆるニュートロ・レトロが起きた背景っていうのをちょっとこう説明していただけますかはい、そうですね、オートシリーズは私もだいぶなったシリーズで、多分それ、あの当時ですね、それを見ながら話にならないほどだったんですけれども、その現象を考える際に一番重要なものはですね、なぜあの、 韓国でニュートロ、レトロといったときに、なぜ90年代なのかというようなことなんですよね。山本先生のご発表にもあったように、そのトトガという番組も含めまして、その80年代末から90年代という,う文化史におけるその時代性というものがですね、韓国で本当に一角を を変えたというような時期であって、そこで、えー、今日お話しした本当に文化の直接というか、新しい文化の需要と、また発信地としてのそういう時期だったんですよね。それがだいたあの2010年以降、特になんか1年、2010年代後半からはですね、なんとなくその大衆文化というものが、まあ、K-POP という 名前でタイトルでなんか大型企画者によるその歌手たちとかそちらにはちょっと中心が置かれましたけれどもそれはなんか商品としての K p o p K コルチャーであってですね実際ここでこう住んでいる人々の考えの中で K コルチャーといった時に90年代が呼び出される ことなんですね、そこまであの90年代の文化の躍動性といいますかそういうところからあのそういう人々になんか大きく反響を得たのではないかと思います。 ありがとうございます。今日ミレニアル世代とか Z 世代場合によっては MZ 世代っていうふうに言われてますけどもまあ今日ここに集まってる私たちはおそらく X 世代だと思うんですね。のこの X 世代を語る上でですねソテージとアイドルをあの抜きにしては X 世代90年代の自己主張をしていくっていうまあもういい年になりましたけどもかつての20代としてあの86世代とは違う何かをこう主張するんだ社会に訴えるんだっていうところで、えっと、山本先生 K カルチャーの原点としてソテージはアイドルっていうグループユニットを評価したり組み込むことは可能なんですかそれともそれは違うというふうに見られてるんでしょうか。 私はですねあの、まあ、k p o p の歴史を考えていく上で、そで、ステージアイドルと絶対外せないというか、今のまさに k p o p の原点だというふうに考えていて、で今あのです、ね、k p o p の一つの特徴として、その強いメッセージ性みたいなものって言われてますね。例えばあの、BTS っていうのは非常にこう若者に共感を与えるような歌詞っていうのも世界で受けている理由ですし、まあ、その流れの中ですので、国連で演説をしたりっていうようなこともやられましたけども、まあ、そういったその、なんていうの、社会に対して何かメッセージを訴えかける っていう原点っていうのは、あの、やっぱりソテジオアイドルにあったと思うんですね。そういう意味で言うと、やっぱりソテジオアイドルっていうのは、K-POP の一つの原点として、外せない人たちだと思ってます。ありがとうございます。その点、こう、自己主張とか、社会的な発信というときに。ここ、こう、一歩、こう、敏感な、センシティブな一種にもなるわけですけれども。例えばの話、韓国のアイドルが。 あるいはアイドルグループたちがですね、日韓の歴史認識とかそういうテーマにですね、何らかのこう発言をしたり何らかのこうパフォーマンスあるいは T シャツ事件とかいろいろあったわけですけれども日本のアイドルではなかなか見られない日本の芸能人には現れないこういう政治マターに関わることをどういう理由でこう見られていますか山本先生、キムソニ先生お二人に伺いましょう。 山本先生から伺いまそうですね、なかなかその日本の,その音楽市場では、そういったなんていうん政治的なメッセージっていうのは、なかなか受け入れられなくて、いかにその政治的に中立であることかっていうのがその、特にメジャーな市場で活躍していく上では重要になってはしまっているんですけども、まあ、そのあたりが、ね、ちょっと韓国と異なるのかなっていうか、まあ、韓国とかアメリカのカルチャーっていうのは、例えば大統領選とかになったときに、普通にその、 メジャーな歌手の人たちがね、誰々を支持しますみたいなことを言ったりとかするんですが、日本でまず総選挙とかなったときに、そのどことことを支持しますなまず言わないですけども、まあ、そういったカルチャーがこれからその日本って、 っていうのは一方で音楽市場としては非常に大きくて、あの韓国の音楽業界、無視できないと思うんですけども、その日本の音楽文化がそ,のそれに沿って変わっていくのか、あるいはその逆に韓国の音楽業界の方が日本の市場に合わせてくるのかっていうのは、どのあたりでその変化があるのかって、私はちょっとその政治と音楽っていうところで注目してるんですが、まだ今はそのあたりはちょっと誰も見,見せだめてないのかなっていう、なんかそんな気がします。 キムソニー先生いかかがでしょうかそうですねこう、日本と比べますと、韓国ではなんか芸能人、いわゆる芸能人、あるいはなんか歌手とかを含めてですね、あるいはなんか俳優さんとかタレントさんなどなんか、よくあの社会的な発言を頻繁にしますけれども。 日本ではあまり見られないところじゃないかなと、私は個人的には感じますけれども、その理由は何だろうかと思いますと、韓国の歴史はですね、皆さんご存知のように、近代史からちょっとなんかこう、しんどい目に遭いましたね、植民地になってしまい、またなんか、あ韓国戦争が起きたりとかして、 まあまあ60年代からその以降、70年代、80年代までは、軍部独裁を経験した歴史がありますよねで、それを終わらせたものが青年文化だったんですね。当時の大学生たちによって、彼らがもう 名前は何もない彼らがですね、こう、文化を、政治文化を引っ張っていたという記憶が強烈に残ってありますよね。特に90年代になりますと、それに加えて広場文化も拡散していきますので、その記憶から、えー、人なら誰にも何か時代精神を持つべきだという意識が共通しているのではないかと思います。でそれ を考えますと、どちらのあの立場にいても、自分なりの政治的な発言、社会意識への関心事みたいなものを自由に発言するのは、あこう沈黙するよりは大事だというのような社会的な共感があるためではないかと私は思います。はい、ありがとうございます。 お二人に関連したような質問をまた伺ってみたいと思います。今日直接的に山本先生のお話から触れられることはありませんでしたけども、こうそうじて言えば社会的なメッセージとか時代の変化を訴えていく文化としてですね、K カルチャーが役割を果たしていて、えー、昨今の,その韓国の,その世代間のまあつれと葛藤っていう摩擦をこう見ていく中で、まあ、ジェンダー的な視点、 またはあのフェミニズム的な視点という言い方でもいいです。もう一つはこう世代間のこう違いというギャップということを考えていく上で、このドラマなり映画なり音楽等々がですね、こう例えば LGBTQ をどう表彰していくのかということがすごく重要な役割を果たしていたり、または、えっと、今、日本におけるイカルチャーを批判的に見る、ジェンダー的に見れば男性の40、50代以上の人たちは、 どうせあの人たち整形してるんでしょう男が化粧なんか仕上がってみたいな、そういうこう、なんていうのかな、言説が批判的にこう、反なんていうかな、蔓延してるというと言い過ぎかもしれませんがあるわけです。えー、この点あの、お二人はどのようにご覧になっていらっしゃいますか山本先生、自由にコメントを伺います。あはい。 あの今おっしゃられた世代の男性として、ちょっといろいろ複雑な気分でお話聞いてましたけども、えー、そうですね、あのまあ、ジェンダー的なものプラス、そこにあのひょっとすると、嫌韓的なものも入っているのかもしれないですけども、えーそのまあ、韓国の,あ,のある、なんていうんですかね、こう市民運動とか市民意識っていう部分で、ある部分はやっぱりその韓国の方が、 その日本よりも先に行ってる部分があるなっていうのはあの日本にまたあの5年間韓国に住んでに日本に帰ってきてちょっと感じたところとかがあってあの例えばその日本ってあの、まあ、以前よりはかなりマシになりましたけどもあの例えばコンビニエンスストアなんかに行くと普通にあの女性のあの。 水着姿の表紙の雑誌が普通に売っていたりとかして、ちょっと韓国から帰ってくると、ちょっとどぎを抜の彼だというか、ちょっとびっくりしたんですけども、あのまあ、そういったことが、ですねやっぱりちょっとこの意識の面でちょっとやっぱずれがあるので、そのあたりのずれがその、なかなかですね、特にこの年があの、まあ、年配の方ほどですねあの、かつてその日本と韓国の間で格差が大きかった時代のイメージがいまだに。 やっぱあると思うんですねだそのあたりでなかなかその韓国がある部分ではその先進的な部分があるんだみたいなところがなかなかその理解されていないところがあって例えばその韓国のあのカルチャーなんかでも「どうせあんなの日本のモノマネだろう」みたいなですね、まあ、その程度の認識しかない方っていまだにやっぱりたくさんいらっしゃいますのでやっぱりそのあたりですねその日本 ある部分は韓国の方も日本のことを学んでおられるし、同時に私たちも韓国から学ぶべきことがあるんだっていうところを、ですねそのある程度、韓国と交流のあるその人間がどのようにその日本社会に向かって発信していくのかっていうのは、そのこれから、ですねその経営カルチャーを理解していくことと同時に重要になってくるのかなというふうに考えています、はい、キム・サイン先生、いかがですか。 そうですね今、山本先生の言葉を聞いて、えー、私も、まあ、なるほど、当館だなと思いましたけれども、まあ、ただ、韓国人として、韓国の今の文化を考える上にですねちょっと心配になるのは、まあ、90年代のあその辺りの,なんかその青年文化というものは、主にその政治的なことが多かったんですよね。そこでなんかこう正義があって 正義ではない反対側の反正義みたいなものがあるというような、まあ、あるあいわゆるなんか敵が分かりやすい時期だったんですけれども現在、一番なんかあこれは深刻だなと思うものはです、ね、ジェンダーの葛藤なんですよね。もちろん,なんか これ、日本と比べると、私、日本でなんか大学の授業をしたときに、もう韓国の文化とか、日本の文化をこう比較した時間があったんですけれども、2017年からのそのアメリカで発生したミーチュ中運動があったんですね。それの影響が韓国ではなんかものすごい大きかったんですよね。多分それ、あれ以来あのその、若い男女の中での葛藤が結構深刻なあ方向に行って、 でこれで大丈夫なんだろうかと思うぐらいなんですけれども日本ではあまりそこまでは見られないので、えー、これをどう解釈すればいいのかとも思いますけれどもただなんかその韓国の場合そのあ世代の葛藤あるいはなんかジェンダーの葛藤を考えるときにこう本質からとても離れてい,いるというようなことはです、ね、こうこう言論の問題なんですよね。 でそれをとてもなんかこう促しているようなその小さいな検証を大きく取り上げてその歪曲したりとかすることがありますからこれは本当に注意して見ていくべきではないかと思いますしこれはまあ韓国内部だけの話ではなくてまあいろんな葛藤があった時にまた日韓関係も今だいぶんかこう 縮めておりますけれどもその、まあ、いわゆる喧嘩みたいなものも,おも同じではないかと思いますよね。何が本質であって、こう方向性がこう明示されてないため、あのガッ図ばっかりではないかと私は思っております。これをなんかこう克服していくのが我々の義務ではないかと私は思います。 ありがとうございます確かに韓国の方がですね、ミートムーブメント、あるいはフェミニーズム的なあの文脈でですね声を上げるっていうところがこう著しくなってるようですけれども、まあ、日本にしても韓国にしてもですね、こうジェンダーの問題、あるいは世代間の問題っていうことは、同じ共通課題として残っていて、 である意味あの経営文学として今日は扱ってはいませんけれども82年生まれキム・ジヨンの,その作品を日本の文学界がですね韓国文学経営文学を活用する形でこう 借りてくるつまり社会変革を韓国の力を借りて韓国のピープルパワーから日本も変えていこうというような流れになっているという、まあ、アプローチもあってです、ね、これは一方で東アジアを変えていくという意味では望ましいんだけどももっとこう自分たちの声を自分たちの問題意識で発することが本質的であるにもかかわらず他人に言わせるあるいは他人の声を借りてくるという状況,状況が日韓に残っていたら これはまた乗り越える壁かなっていうふうには思ってます。えっと、時間が来ましたので、最後に一言ずつ、イエスかノーかで伺ってみます。山本先生、K カルチャーはサブカルチャーですかそうではありませんかイエスノーでお答えください。そして、ちょっとしたコメントあってもいいです。あのキムソニー先生も同じように伺います。私はノーです。その心は。文化にサブ、サブ問題。文化にメインもサブもありません。 ソニー先生は私もノーですあー。同感しますね。あのもちろん、ん大衆文化というものは主になんかサブカルチャーとして扱われてきますけれども、そこで終わるものではないので、えー、大きな目で見るとですね、それはなんか文化には本当にこう文化だけがあるのではないかと私は思いました。 はいありがとうございました。今日第1部、第2部、いろいろとです、ね、あのコミュニケーションを交えて時間があっという間で、まあ、これでは足りないなと思いつつもですね、まあ、YouTube でこれをご覧になっていただくためにはこのぐらいで抑えて抑制しなければいけないというふうにも思っています。まあ、次、チャンスがあればです、ね、経営カルチャーあの文脈でなかなか一般的には知られていない k p o p じゃないい,いろんな R&B とかですね、いろんないい曲が、アーティストたちの曲が日本のラジオでも流れ始めていますので、そういう文脈、ジャズとか B-Boys の話とか、いろんなこともまあ学ぶチャンスがあればいいかなっていうふうに思っています。